ヤガチャガチャンネル。あー、さあ部屋の奥に来たけど砂時計落ちてきた。あ、なんかいるな。うわっ、危ない。ん、あー来ましたか。お待ちを、リークは今行きます。ようこそ。リーク、探してたんだよ。ごめんなさい、ウィーズリー先生。リークが来ない間にこの部屋に現れたものを見てました。例の生徒さんですか。ああ、そうだよ。お目にかかれて光栄です。リークとは2年生の時からの友達でね、一緒にこの部屋を見つけたんだ。二人で話したのさ。昔の私みたいにあんたにここを使わせようかって。リーク、お願いできるかい。もちろん、ウィーズリー先生。ほう。入ったものに必要なものが必ず揃っている部屋が必要の部屋です。秘密の場所だからどんな地図にも載っていません。運が良ければ偶然に出くわすものです。薬瓶をもう一本だけ求める生徒たちがそれで溢れる部屋に入るのを見ました。あなたは物が隠された部屋として出入りをされたようですね。周りの目から逃げられる場所が欲しいと思ってたんだ。最高だね。それで説明がつきます。特に必要なのは邪魔をされずに宿題の遅れを取り戻せる場所なんだ。そうですか。この部屋ならまさにそれが手に入るでしょう。それでは必要なものに集中してください。さあ目を閉じて、必要なものが並ぶ様子を想像するんです。チャンネル登録してくれる新規ユーザー、やってくれます。あとは部屋がやってくれます。頼むぜ。これはおちおち目つむってらんねえな。真っ白なキャンバスをあんたの色に染めていきな。すげえ。この場所でどんなことをするか楽しみだね。素晴らしい。どうやら部屋はあんたに説明の机がふさわしいと思ったようだね。不明な医療品について確認してくれる。自分が身につける衣服の効果は常に理解しておく必要があるからね。説明の机を解除しました。これを使って収集した未知の装備の魔法特性を明らかにしましょう。鑑定みたいなことで、未確認の装備はなくて終わって、役に立つのに。これから正体不明の医療品をたくさん見つけると思う。机は欠かせない存在になるよ。で、ウィーズリー先生、説明の机は役に立つと思います。そうだね、役に立ってくれると嬉しいよ。それじゃ手短に出現呪文を教えるよ。部屋は必要なものを全部自動で出すわけじゃないからね。出現呪文？そう、物を作ったり出したりする魔法さ。教えてやろう。ほう、よいしょ。一回ぐらいなんかハイパー高難易度のやつやっぱりやりたい。よいしょ。で、これがなんていう魔法なんだい？よろしい。もっと複雑な物体を出すときは呪文クラフトというものが必要になるよ。呪文クラフトはレシピのようなものだね。特定のものに魔法をかけるための材料や資材がリストで載ってる。ホグズミードの学術書物専門店で魔法薬調合台や鉢植え台の資材を見つけただろう。買いました。資材はどこで見つけられますか？ムーンストーンみたいな資材はハイランド地方で手に入るけど、買う方が間違いなく安全で簡単だね。さっき椅子を消したように部屋にあるオブジェクトを消して集めることもできる。そう考えるととりあえず資材は十分そうだ。なるほど。
すでに魔法で出したものを消せば資材を取り戻せますか？ああ、もちろんできるよ。うん、鋭いね。試してみたらどうだい？魔法薬調合台と鉢植え台を出現させてごらん。うわ、超冒険楽になりそう。魔法植物の勉強と魔法薬の調合で使ったものと似てるから馴染みがあるはずだよ。なるほど。で、これか。なのでこうして、で、はー、飾ったりもできるのか。よろしい。これで植物の栽培や魔法薬の調合がいつでもできる。必要な種や魔法薬の材料はホグズミードや城の周辺で回収しておく必要があるけどね。うわ、いろいろあるんだ、置けるもの。ディークがいろいろと質問に答えてくれるはずだよ。彼は物事をよく見てるからね。さて、この種の変身術は部屋の外でも使えるんですか？城の他の場所では出現と消失の呪文は厳しく禁じられてる。だから呪文で防止してるのさ。判断でも魔法でも間違いを正すのは大変なことだからね。だけど必要の部屋には独自のルールがあるんだ。ディークの話をもっと聞きたいです。私よりも長くホグワーツにいてね、ここのことは秘密も含めて隅々まで知ってるらしい。この部屋は私が生徒だった頃一緒に見つけたんだ。ディークはとにかく経験が豊富なんだよ。ホグワーツでも前の仕事でもね。ディークの準備ができたら詳しく話してもらうといい。もう一度言うけど、提案はしっかり聞くように。はい、何か用があればディークと話します。ありがとうございます。頑張りな。部屋の中で使える別の変身術を学びたい場合に備えてもう少しここに残るよ。なるほど。ディーク、ディーク、あ、スタンドライトとかが増えた。で、必要な部屋が使えるようになって、椅子も使えるようになってと。あ、一気にラインナップ増えるね。で、これで花ハッカって押したら花ハッカが増えるんだ。で、肥料を押すと、え、金の割に1しか増えないんだったらもったいねえな。で、こっち側で花ハッカが増えたらその分インプラントしていけばいい。あ、インプラントじゃ、なんだっけ、インタラクトしていけばいい。インプラント、なるほどね。お、またクエスト。いつでも次の授業に進めます。よろしい。まずはムーンストーンを集めるんだ。あるよ。ムーンストーンはこの必要の部屋のものを消して手に入れるか、よく探せばホグワーツの敷地の外で集めることもできる。十分に集まったら戻っておいで。そうしたら授業を始めるよ。はい、授業を始めてください。言われた通りムーンストーンを持ってきました。よろしい。それじゃあ授業を始めよう。魔法薬や薬草学のテーブルよりたくさん作れるよ。出現呪文でこの場所を好きなように装飾できるんだ。壁と床で試してみたらどうだい？ああ、なるほどね。それのクエストか。なので、さあだね、例えばだけどこのラグをこうやって中心に置いて、で、先生、出現呪文について質問です。呼び出したものを消すには、呼び出したものは消せますか？もちろんできる。呪文はわかるね。エバネスコだよ。何かを消してみると出現時に使ったムーンストーンがもう一度使えるようになるからね。一口に出現といってもどんなものを呼び出せばいいんですか？それは任せるよ。なんといってもあんたの場所だからね。例えば壁掛けとか肖像画のようなちょっとしたもので空間の雰囲気が変わるかもしれないね。あとは自分で頑張ってみます。あんたの作品が楽しみだよ。やったよ。あ、壁の肖像画を呼び出すがノルマがあったのか。
一通りできたかと。次は何を？どうやら変化の呪文に取り掛かれそうだね。変化の呪文を使えば自分で作ったものに手を加えられる。自分の好みに合わせて家具の色や模様、スタイルを変えられるようになる。それじゃあ始めよう。まずは変化の呪文のやり方を実演してあげるからよく見るんだよ。ほう、これもまた魔法なのね。よいしょ。はい、オッケー。あれだね、結構その内装のための魔法も多いんだね。出現させたアイテムに杖を向けた後、変化の呪文をかけてごらん。こいつをセットして、できるはずさ。例えばこいつに、はあ、で色を変更。はいはい、大きさが変えられる。あら、でかっ。ちっちゃっかわいい。でスタイルも変えられる。スタイル、スタイル、あ、そういうこと。はあ、これでもうちょっと難しいことにも挑戦できるね。変化の呪文を部屋の構造そのものにかけることもできるんだ。新しいデザインを床やバルコニーに使ってごらん。そこにはちょっとムードを足した方がいいね。そうは思わないかい？とりあえず床になっちゃった。お願いできるかい？喜んで、ウィーズリー先生。何すんの？先生がディークにこの魔法を見せてくれたんです。きっとお気に召しますよ。ほう、ウィーズリー先生が模様替えのやり方を聞くようにって。もちろんです。全体的な見た目はどんなものにいたしましょう？ミステリアス。禁じられた森のように暗がりが多くてミステリアスで、ちょっと不気味な雰囲気がいいな。うん、素晴らしいです。ほう、おお、すげえな。ざっと変わるんだ。だいぶ変わったね。もちろん気に入らなかったら変えてしまってもいい。ディークに頼めば戻してくれるよ。さて、変化の呪文についてはかなり勉強したね。ありがとうございます。この部屋はいろいろなことができますね。その通り。部屋でどれだけ長く時間を過ごそうと、いつだって驚かせてくれるんだよ。お？なになに？これは何の部屋なの？お？あら、おしゃん。さらにスペースができたね。一体どうなって？この部屋はあんたの必要なことに合わせてくれる。呪文の練習がしたいと感じ取ったんだろうね。もっとカスタマイズしたかったら呪文クラフトを使ってごらん。学校の内外にもっとあるから見つけられるはずだよ。ありがとうございます先生。探してみます。じゃあ私はもう行くよ。あんたのスペースだからね、賢く使うんだよ。いや、これは楽しいと思う人絶対多いじゃんね。で、まあ極論の話、ここでいい感じに時間引っ張って対応さえすれば、あれやんね、とりあえず回復薬もっと増やすことは全然できるってことだね。さてさて、これが一個のメインクエストだったはず。であと、セバスチャンと呪文を覚える、地下聖堂の闇の中、コンフリンゴっていうのを覚えなきゃいけないみたいだね。セバスチャンにちょっと会って、この前の話の続きをちょっとやっていきたいと思います。はいはい。セバスチャン、久しぶりだな。無事にフクロウがついてよかった。見せたいものがあるんだ。まずは図書館でのこと、お礼を言わせてくれる？そうね。当然スクリブナーは罰則を食らわせようとしてきたけど、乗り切る方法なんていくらでもある。泥をかぶってくれて
本当にありがとう。探し物は見つかったか？うん、でも見つからないものもあった。ここでその話をするのはまずい気がするよ。わかった、もう少ししたら話そう。地下聖堂で、先生たちも知らない場所なんだ。ほう、こっちだ。地下聖堂、先生たちが知らない場所があっていいの？秘密の抜け道がある。ほう、うまく隠されてる。何、通路の、え、時計？ほう、そんな音だったら隠されてないんじゃない？今思いっきりガゴーン言ってたけど。よく気づいたね。友達のオミニスゴーントが見つけた。地下聖堂って名付けた。名付けた。レベリオ、一緒にゴブストーンで遊んだよ。妹のアンも一緒にね。アンはあのいまいましい遊びが大好きでさ、負けるとひどい目にあったよ。僕はこの場所を守るとオミニスに誓った。だから頼む、僕らだけの秘密にしてくれ。いや、まあこれはね、信じてないけど、初めて会った日から僕だけは信じてくれた。裏切るような真似はしたくない。僕らは毎日のようにここに忍び込んでた。一度も見つかったことはない。陰性で。で、魔法薬学か薬草学の授業でオミニスを見かけた気がする。杖を使って城を回ってるのを見たよ。やり方は知らないけどな。オミニスは元から目が悪くて、それは変えられない。彼の杖にはまるで意識があるみたいだ。オリバンダーが言ってる杖の方が持ち主を選ぶってやつだな。それでこの場所を見つけた？いや、家族の誰かが知ってたんだ。ゴーンと家は秘密だらけだからな。他に話してるやつは見たことないし、ここに別の誰かがいるのも見たことない。ああ、じゃあ本当に知られてないんだ。誰にも言わないでくれ。特にオミニス、自分の家族やその秘密を嫌ってるとはいえ、ここはあいつにとって特別な場所なんだ。わかった。でもどうしてオミニスは家族をあんな風に思うのかな。父方はサラザール・スリザリンの直系でね、ホグワーツの4人の創設者の一人だ。血筋にこだわるやつが多くて、オミニスはそれが我慢ならない。そういうのはあいつが初めてで。とにかく地下聖堂はこっそり抜け出していくのにぴったりの場所なんだ。詮索するやつはいないし、禁止された呪文を練習することだってできる。本当に？例えば？爆発の呪文とか。先生たちは生徒に教えちゃダメな呪文だっていう。ほう、いや、どうも、これはちょっとセバスチャンのノリに乗ろうかな。正しい魔法教育なら全部教えてほしいね。同じ意見だな。コーンフリンゴみたいな呪文は練習を積んでなきゃ危ないだけだ。禁止するんじゃなくてしっかり教えるべきなのさ。本当を言うと、もっと過激な魔法が好みなんだけど、これは覚えるべきだ。ここなら安全に教えられるぜ。お、魔法教えてくれんの？セバスチャンから聞くとは。かかるかもしれない。僕の杖の動きを真似て。呪文はコンフリンゴだ。わかった。ほう、 Z みたいなマークになってんね。あ、ほんとだ、赤い攻撃魔法か。さあ、わかってきたな。実戦の準備はできたか？ね、なんかモンハンの何？呪文みたいに聞こえもするけど、コンフリンゴ。遠距離魔法か。遠距離魔法か。どうしようかな。待てよ、今、これ、エクスペリアムスか。だから、ちょっと、ここの三つ目にこういうクリエイティブなやつにして、コンフリンゴはちょっとこっちの三角に入れるか。でも的は外すな。コンフリンゴ。魔聖堂に傷をつけない方がいい。あの食材でやってみな。どちらにも使い道はあるが、インセンディオみたいなのよりコンフリンゴの方が少し遠くに。いいね。気分はどう？ほう。うまくいった。あ、結構距離あるね。確かにこれは。確かに。楽しかったよ。オミニスと初めてコンフリンゴを練習したとき、眉毛が焦げた。それは見たかったな。このままじゃ終わらないって誓ったんだ。
あの魔法にはやみつきになる何かがある。ドラッグ、まさにこういう魔法を覚えたかったんだ。他にももっとあるぜ。似たような呪文をずっとここで練習してきたんだ。アンとオミニスには全部は教えなかったけど、しばらく来てなかった。アンがいないと全然違う。妹さん気の毒に。できることあるかな。今度フェルドクロフトに行くとき一緒に来ないか。アンに会って元気を分けてやってほしい。いやもちろん。いつ会いに行くよ。ホグワーツを恋しがってる。僕らの保護者叔父のソロモンと家にこもりっきりだ。悪いがあいつとも会わないといけないな。アンには新しい生徒との出会いが必要だ。楽しみにしてるよ。了解。ところでさっきホールで話せなかったことって何なんだ。どこから話せばいいかな。図書館で見つけたものは何か抜けてたって。ルックウッドと何か関係があるのか。君をホグズミードの誰かと間違えたなんてことはないよな。お見通しだね。知ってることを教えるよ。ルックウッドやランロクは僕がグリンゴッツの金庫から何かを取ったと思い込んでる。それを取り戻す気だ。グリンゴッツ、いつそこにいた。ドラゴンに襲われてフィグ先生と逃げ込んだんだ。このポートキーがあって。ポートキーか、グリンゴッツへの。説明が難しいんだけど。話聞くぜ。おお、いや、セバスチャン、お前にも教えるよ。秘密にするって約束して。僕は地下聖堂のことで君を信じた。そっちも信じていい。分かった。実は古代魔術の痕跡が見える。古代魔術？何を期待してたのか自分でもわからないけど、さすがに予想外だな。そもそもどういう意味だ。正直言って自信ない。古代魔術の痕跡が自分には見えるってことだけはわかるけど、僕たちはランロクがあの魔法を使いこなす方法を見つけたと思ってる。つまりゴブリンが人間の魔法を使ってるかもしれないって。それを確かめたいんだ。そして君の能力、そのおかげで同じ魔法が使えるってこと。わからない。じゃあ分かったら教えてくれ。僕はずっと古風な魔法を調べてきたんだ。助け合えるかもしれない。ルックウッドとランロクの両方に狙われてるわけだろ。爆発の呪いを練習する時間がもう少し必要そうだな。好きなだけここにいていいぜ。あとこの場所は人に言わないこと忘れるな。ほう。フェルドクロフトに行くならフクロウを送る。なんかあれだね、セバスチャンと随分何友好性というなんかいうかねを築いた感じがするよね。まあもちろんながらね、あっちが話してくれたからっていう信頼からこちら側も話したからっていうのはあるかもしれないけど。え、